島根県の松江市から来ました、あの松江歴史館の原田と申します。まず今日は皆さんやったことを発表されてますけど、私ちょっとこれからやることを厚かましくもさせてもらえたらなと思いまして、させていただきました。松江っていうのはここら辺にあるんですけども、島根県の松江ということで、今ちょうど今日初めて来たそのオスおじいさんも10年ということで、松江もルビーシティというふうになってから大体10年経っております。それでこれがちょっと発表の前に松江のちょっと紹介させていただきますと、松江の中心部にあります湖で新宿というのがあるんですけども、汽水域でシジミの、大和シジミの日本で一番生産額の高いところで、その朝の風景でして、これ一つ浮かぶ嫁ヶ島というのがあって、ここが新宿のシジミを取っている漁の姿でございます。まあ、こういう風景が朝の風景になっています。下の今日はちょっとご紹介させていただきますのが、松江時空間ミュージアムプロジェクトということで、つながる歴史ということでお話しさせていただきたいと思います。まず松江のちょっと若干簡単なんですけども、紹介をさせていただきたいと思います。古代の頃、奈良時代には国庁や国分寺が置かれてて、古代の出雲の中心地が実は松江というところでして、隣の出雲市かなと思うんですけども、松江が中心地でして、それで近世江戸時代の頃から松江城というのが城がありまして、約410年前に築城されて、昨年明覚寺の国宝になりまして、こういう形でお城の形で城下町として栄えてきてました。そして明治になって県庁所在地になって、明治松江が誕生して、京都奈良と合わせて国際文化観光都市というのにもなってます。そしてちょうど10年前、松江の方ではルビープログラム言語の Ruby を地域資源にして地域活性化をしていこうということで Ruby シティ松江プロジェクトが始動しています。ちょうどこのコースおじいさんと同じような頃だと思うんですけども、7月ぐらいからやっております。そして Ruby の松本幸宏さんが名誉市民になっておられまして、それで松江の場合名誉市民さん皆さんお亡くなりになってるんですけども、松本さんだけはご存命な名誉市民でございます。そしてちょっとこの間昨日かな、おととい負けちゃったんですけども、テニスの錦織圭さんの、ふるさとということでございます。なぜこれ一番下に入れたかというと、ぜひまた皆さん応援していただけたらなと思います。そして私錦織圭君がテニスをしていたテニスコートで錦織圭君がテニスする前にテニスを調整したことがあります。そういう感じでちょっと入れさせていただいております。そして私勤務します松江歴史館というのは歴史系のきっちりとしたミュージアムでして、これがちょうどお城のここら辺がお城になるんですけども、お城のすぐ隣のところにあります家老屋敷をモチーフにした建物 の歴史博物館になっております。そしてこれが堀川でして、堀川のところにこういった遊覧船が回ります。お堀も現存する400年前と同じお堀をですね一周約50分で回っております。そしてこういった和菓子どころですので、季節に応じたこれ和菓子なんですけども、ここハロウィンの時にはこういったハロウィンの菓子とか、で季節に応じた和菓子を、お城を見ながら食べていただくという形にしています。そして真面目な部分では一応国宝の収蔵館という形になっておりまして、昨年歴史館じゃなくて松江城が国宝になった関係で合わせて国宝になった品々をうちの館の方で収蔵しております。そして今日ちょっとテーマになってます古地図の方もいろいろな古地図を収蔵しています。そしてちょっと最近、いろんなところで出てきた古地図では真田丸人気にあやかって、我が館にも真田丸のよその館にはない地図が出てきまして、ちょっといろんなところでご紹介していただいていたりしています。そしてちょっと今回国宝つながりで、これが実際の、文化庁の方からいただいた国宝の指定書というのがあります。ちょっとそれじゃあ本題の方にちょっと入りたいと思うんですけども、なぜ松江時空間ミュージアムというのはどういう形でやり始めようということになったかといいますと、いろいろ歴史資料は単純に歴史資料とか写真とかそういったものが単品であるんですけども、大体それらが位置情報と連携して活用されるときには使われてますが、それを全てこの活用する人側の方が
自分で関連性を見つけて、こういった博物館とか図書館とかいろんなところでリサーチしてそれを使われているのが状況でございます。そしてまた古い写真とか、さっきもニューヨークの方の古い写真があったんですけども、松屋の方でもまあ古い写真あるんですけども、なかなか空き家問題とか跡取りさんがいなくなったりとかしていく中でどんどん資料が喪失していっています。そういった部分を地域の方と一緒になって保存していかないと、早い段階でアーカイブしていかないと、なくなっていくんじゃないかなということで今回やっております。で、ね、この活用したい人の労力というのが非常に今大変じゃないかなと。例えばさっきもいろいろ街歩きのマップとか地図の、アプリとかいろいろあったんですけども、それ多分作る人がそういった歴史の個々の情報を自分でつなげて必要なものを取りに行ってるのが現実で、なかなか使い勝手が悪いんじゃないかということで、今回時空間ミュージアムプロジェクトとしていろいろな歴史情報や写真情報などを全て、地情報、位置が特定できない場合はエリア情報、例えばこの小浜というここの場所は昔何だったのかなっていうのがすぐ分かるようなですね、そういったような形のものをつけたらどうかということで今年度からやり始めております。そしてまず資料の収集については地域との共同で集める。で今、実際共同の地域の方が研究成果として地図を見ることによって、実は松江にも松江が築城した頃に伊賀の忍者がいたという部分が地図から分かっておりまして、その伊賀の忍者が一体給料いくらもらってたかというのも地図から分かるようになってます。そういった多分給料が書いてあるような地図とか屋敷割り図とか六高とかそういったいろんなものの文がマップに落ちているものがございますので、そういったのをいろんな部分でつなげてご提供したらどうかということで、そしてそこのつなげる仕組みのところを QGIS と Ruby を使ってアーカイブして見える化していったらということで、いろんな情報に今位置情報、エリア情報、そして年代、テキストを入れて、それがつなげる情報になったものを活用したい人がアクセスして情報を使って自分たちで使いたいように使っていけば今より若干使いやすくなるんじゃないかなということで考えてやっております。そしてただ地図とかですね、そういったものについては非常にいろいろな差別用語があったり公開できない情報があったりいろいろしますので、まずクローズ型とオープン型の部分でデータを分けて、クローズの方で QGIS をスタンドアロン型で使って、それは主に歴史館とかそういった図書館とかそういったところの職員が主に使うような形で個人情報やら外へ出せないような資料とかっていうのをアーカイブしていこうと。そして一般の方に使ってもらうのとか、あと職員が関連付けたものを使っていく部分はウェブ上で公開する部分を Ruby で作っていこうということにしております。例えばここの例えばこの一番茶色の写真なんですけども、これは今の島根大学の正門の写真なんですが、実はこの間まで NHK のテレビ番組でやってた、暮らしの手帳のモデルになった、編集だった花森康さんというのが実はここの旧制松江高校の出身で、ここの門を通って昔は学校を通っていた時代が3年間ばかしあったということがありまして、例えばそういったような情報とかですね、そういったものもいろんな資料と関連付けて見ることによって分かるんじゃないかなと。あとこちらの一番雪の方を歩いている姿があるんですけども、これ先ほど見ていただきましたの宍道湖が昭和38年に大寒波で雪で凍って湖がその上を歩けたような写真なんですけども、こういったものもいろんなものと関連付けて見れたら面白いんじゃないかということで、相関図と古地図と年表というのを3つを行き来しながら使っていただくようなイメージにしております。具体的な、イメージとしては、やはり歴史がつながっていくというイメージを持ってウェブ系のアプリの方を設定しております。まず相関図、ちょっと線が抜けてるんですけども、いろんなものの相関図と、あと例えばその相関図の中で特定なものの年表、人だったり物だったりすると思うんですけど、年表と、それとあと古地図と現代の地図とを貼り合わせたような形、先ほど言いましたように国高とか昔で言わぬ給料がこの武士の人はどのくらいだったかと、
その人を追っていくと、その人が出世したかしてないかというのを、そういったことも分かってしまうんですけども、そういったような張り合わせの部分、これら3つをこう行き来しながら、ミュージアムとして提供できないかなと思っています。そして将来的には外部に API を通して他のシステムからも利用できるように、そしてオープンデータ化できる資料につきましては、なるべくオープンデータにして外へ出していきたいなと思っています。今のところの JSON 形式でオープンデータ化を考えているところでございます。そしてやはり QGIS と Ruby とオープンソースということで、この3つでシステムを構築して、松江ミュージアム、宇宙空間ミュージアムというのを構築していきたいなと思っています。で、今年につきましては文化庁のこういった補助事業があるんですけど、ちょっと長ったらしい補助事業なんですけども、この文化庁からお金をいただいて、資料の収集からシステムの構築を今しております。で、その時に出した事業目的ということで、主にアーカイブと見える化、それと資料の保存という形で、あと作ったシステムを今回全てオープンでオープンソースとして出していきたいと思ってますので、いろいろな方が使っていただけたらなということで、そういったモデルも一緒に構築しようということにしております。そしてぜひ皆さん一緒にですね、広い地域でつながる歴史興味がありましたら、ぜひご一緒にしていただけませんかということで、お願いを最後にさせてもらいまして、発表を終わらせてもらいます。よろしく、ありがとうございました。